四季折々さまざまな風景を楽しむことのできる平泉。これからの季節、風情のある美しい雪景色を目にすることができるかもしれません。今回は平泉雪景色おすすめスポットを平泉観光協会小野寺さんにお聞きしました。平泉の雪景色といえば毛通寺の庭園がおすすめです。平安時代に作られた庭園で当時の姿を残しています。平安時代に書かれた日本最古の庭園書に基づいて作られた毛通寺庭園は、この世に仏の世界を表しています。新緑や紅葉の時期も大変美しい場所ですが、雪が降っている時の白と黒のコントラストはまるで水墨画のような景色です。晴れた日には積もった雪が光り輝き、幻想的な光景が広がります。平泉の冬、気候はいかがですか？例年に比べると雪はあまり降っていませんが、厳しい寒さの日もありますので、暖かい服装でお越しください。今年のお正月もたくさんの初詣客でにぎわいました。冬は天候が変わりやすいので、足元にも十分お気をつけください。その他にも中尊寺の月見坂や金色堂を覆う新大井堂、脱穀の岩や毘沙門堂でも素晴らしい景色を見ることができます。お待ちしておりますので、皆様お揃いでおいでください。お待ちしております。平泉駅すぐそばにある平泉観光協会では、おすすめ観光ルート、飲食店の情報、宿泊案内など平泉に関する様々な情報を教えてくれます。おすすめの場所を聞いて平泉観光に役立ててください。